回戦第6試合です。先攻の MC はこの男、岐阜代表フロムソウルキッチン、あるし。高校はキョンス。準備はよろしいでしょうか。2回戦第6試合です。先攻アルシ、高校キャンス、ビートは DJ ハマヤ、発祥説日本勝負、レディーファイ。ワンダマンシビシビヨーシビエーシビエー、君だマイカフォイカーチしたフロー、飛ばしてくのはテクニックセンスも俺の方、学は日系ブラザーがどこにいるよ、方角は変わらずと音飛ばせながらここ立ってる13年目、いやいや UMB、 俺は10年出て今ここに立つ、お前誰知らないわけだってなく握手握手しない。Yo、 じゃあ別に知らなくてもいいじゃないか、音の上で話して少し分かればその後に繋がるかも、お互いが知らないそんな試合で果たし合い、ああ残しに来たぜ、なんなら楽しくセッションそういうのが好きなタイプ、あんたから俺は学ばないぜ How to マイクチェックマイクチェック1、2、ギミダルイカレた言葉がいい、まあ、この日本に一体どこだけあるよ、言論の自由なんていつも腐ってる、いや手塚治虫からまた覚わらせる、えよ南米はこれ生まれからアミーゴ、駆けつけ一体どこまで行けるのかな、ロカなフロートはスピバビザロカ、レコードの溝に針落とし踊る民族、そんなタイプだろ魂、ソルとか共有関係ない、そうお互い違う境遇だけども環境が悪い、それを武器にしない雑草魂、それできた城下町の城下、こんな日を待ち望んだぜ。終了、決めます。2回戦第6試合です。いきます。まずは先攻アルシ、続いて高校キョンス、まずはキョンス、いきます。レディージャッジ、勝者キョンス、アルシにも大きな拍手。はい、それでは MC 名とどの地区レペゼンなのか教えてください。生まれはブラジル、育ちは日本、日系兄弟、ミノカモラップ道場、アルシって名前。1回戦で負けたっすね。アルシはどの地区を勝ち上がって、グランプリ？岐阜ですね。岐阜を勝ち上がって、まあめっちゃ悔しいね今ね。負けて悔しくないやついないもんね。応援団の兄弟も来てるし。陽気で、まあ、ねえ、いろいろ全然大丈夫、すごいハッピーな兄ちゃんだった。ビダロカ、ビバ。ちなみに地元、まあ今日クルー来てるから、まあ、地元のことをちょっと教えてもらいたいんだけど、どんな感じの地元にいるの？山と川が基本多いですね、うん、あ、都会みたいにビルがいっぱいあって影ばっかじゃなくて、うん、まあまあ明るいは明るいけど、うん、愛してるけど、でも、まあ、憎むべきものもあるのかなっていうのは、うん、まあみんな育ちはあると思うから、うんうん、不思議に育って、うん、まあ、そんなとこですね、うん、いいとこっす、いいとこ、いいとこ、いいとこ、陰も陽もあるし、いいとこだ、うん、なるほど。ちょっとまあ悔しくてしょうがないと思うけど、まあ来年も UAB2018 あるけど、エントリーは出ますね。出ます、もちろん。でまたここにグランドチャンピオンシップに来る。はい、よし。じゃあちょっと最後にこの映像を見てる、まあ、周りのファミリーだったり全然知らない人も見てるから、みんなに一言お願いします。いえいえ、はあ、口は楽器っすね。まあ来年出るっすわ、来年。